こんにちは、ワインブックスの鍋です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは白ワインの飲み方、楽しみ方です。これから暑いだったり夏の季節に入りますと、さっぱりとした口当たりのお料理やワインが恋しくなりますよね。ただしワインとなると敷居が高く感じてしまって、興味はあるんだけれどもどう飲んでいいかわからない、こんな人も多いかもしれません。今回はまずは白ワインとはどのようなものなのかということを解説をした上で、スーパーだったりコンビニのワインで楽しめるようにしたいと思います。具体的にどうやって飲んだら美味しいのか、どうやって飲んだらクロートっぽく見えるのか、ここまでわかるといいですよね。ワインというとどうしても高価なもの、あるいは知っていないと恥ずかしいものと思ってらっしゃる方も多いかもしれません。この動画さえ見れば、少なくとも白ワインをどう飲んだらいいのか、どのように飲んだら美味しいのかがわかるようになります。ワインは決して高価なものばかりではありませんし、知らなくても恥ずかしくもなんともありません。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速行ってみましょう。それではまずは白ワインとはどのような種類があるのでしょうか。白ワインと一括りに言ったとしても種類は膨大なものになってしまいますよね。産地、ブドウ品種、格付け、価格、収穫年、これらがありますから、これは最後までは付き合い切れないですよ。これを一つ一つ見てみるのもいいんですけれども、今回だけではさすがに時間が足りません。これは本当に乱暴にざっくりと言ってしまいますと、ワインの区分は基本的にはブドウ品種と味わい、この2つの区分だけで全然ワインライフはいけてしまいます。本来であればもっと深く踏み込んでみたいものではありますが、こうなるととっつきにくいし、これはまた別の機会に譲りたいと思います。ではまずは味わいの区分で見てみると、大きく分けると2つに分けることができます。それが甘口と辛口です。なんだそんな大雑把なんだったら僕だって分かってるよと思ってらっしゃる方は多いと思います。ですがこれがなかなか奥深いものですから、もう少し話を聞いてください。まずは甘口になります。ワインってブドウからできていますよね。そしてブドウって本来甘いものですよね。あの甘さがワインに残ったものが甘口ワインということになります。これ当たり前のように聞こえていると思うんですけれども、これを知ったあなたはすでにワインオタクに片足を踏み込んでいるかもしれません。例外はあるのですが、ワインは糖分を外部から添加することは禁止をされています。ということはブドウの甘さ以上にワインに糖分を含ませることって不可能ですよね。これは逆に言えば水分を添加することも禁止されていますから、糖分を希釈することもできないということになります。ワインは例外はありますけれども、ブドウ以外の成分を外部から加えることはできないようになっているんですよね。じゃあ甘口ワインを作りたいから甘さを残すためにはどのような製法があるのか、これに関しましては様々な方法がありますから、また今度別の機会にしっかりと解説をしたいと思います。今のところはワインに甘みを外部から添加しちゃダメなんだ、ここだけを押さえてください。実は現在のワイン市場って甘口ワインは劣勢なんですよね。というのも甘口ワインはワイン単体で飲むと美味しいものなんですけれども、これが食事と一緒に飲むとこの甘みが余計に感じてしまうことが多いんですよね。ですが例えばデザートに甘口ワインを合わせてみたり、あるいはワインをまだ飲んだことがない方に甘口ワインをおすすめしてみると、意外なほど受けがいいことが多いんですよ。もしあなたがワインの味わいに違和感を覚えている場合には、甘口ワインから試してみてはいかがでしょうか。ではもう一つのタイプが辛口タイプです。これは知っているとは思いますけれども、辛口とは言ってもピリッとくる辛さではないですよ。先ほどの甘口とは逆に、ブドウによる糖分がない状態のワインのことを指しています。これは少し難しくなってしまいますけれども、辛口タイプのワインは発酵によって糖分がアルコールに全部変わってしまうんですよね。アルコールになったから、その代わりに糖分がなくなってしまった、だから辛口ワインになったということになります。辛口ワインは甘みがない分お食事に合わせやすいという最大のメリットがあります。だから現在のワイン市場は一般的に見かけるワインは8割方が辛口ワインだと思ってください。もしあなたが本格的にワインを楽しんでみたい、お食事と一緒にワインを楽しんでみたい、このような場合には辛口ワインをお勧めします。辛口ワインに慣れることによって甘口ワインよりもワインの幅はぐっと広がります。ということはあなたのお気に入りのワインにも出会いやすいということになりますよね。おや待てよ、甘口と辛口以外にも半甘口だったり半辛口もあるよねと思いましたよね。これは半甘口ワインファンだったり半辛口ワインファンの方には申し訳ありませんが、一旦は忘れましょう。忘れろと言われても覚えているのが人情というものですよね。また今度しっかりと解説をしたいと思います。では白ワインの味わいには甘口と辛口があるんだ、食事に合わせる場合には辛口、デザートと合わせたり、あるいはワイン単体で飲むのは甘口がいいんだ、ここまでが分かりましたよね。ワインの区分のもう一つが
ブドウ品種になります。ブドウ品種は細かく見ていくと全世界には何千種類とあります。僕たちソムリエで言えば、知識レベルで言えば何百はしているかと思います。こんなことを聞いてしまうと、もうこの場で嫌になってしまいますよね。だからここではこれを圧縮して検討してみたいと思います。で、2つに絞りました。おいおい、圧縮しすぎだろうと思いましたよね。でも大丈夫です。お金持ちのワイン通と呼ばれる人も、普段の会話の大体8割はこの2つの品種に絞られていることが多いです。ではその2つとは、シャルドネとソーヴィニョンブランです。このうち人気だったりシェアという面では、日本ではシャルドネが圧倒的です。ただし味わいで言えばソーヴィニョンブランの方が特徴がありますし、とっつきやすいかもしれないですよね。この2つのブドウとも辛口がほとんどで、価格は数百円くらいからありますから、コンビニやスーパーでもよく見かけます。この2つの違いは飲めばすぐに分かるものではありますけれども、解説をしようと思うと結構長くなってしまいますから、これはまた別の機会に譲りたいと思います。今のところはシャルドネとソーヴィニョンブラン、この2つの名前だけをしっかりと覚えてください。では具体的にどのように自宅で飲めばいいのか、ここを探っていきましょう。美味しく飲むポイントは2つあります。温度とグラスです。白ワインって日本人の食卓には実は赤ワインよりも向いていると思ってるんですよね。これ意外ですよね。赤ワインの方が人気ですし、ワインっぽいですもんね。これは怒られちゃうかもしれないんですけれども、白ワインは冷蔵庫で冷やしておけばとりあえず美味しく飲むことはできるんですよね。赤ワインは適切な温度にしようと思うと結構小難しいところがあるんですけれども、白ワインに関しましては冷蔵庫に放り込んでおけばそれで美味しいですから、これは白ワインの方が気楽ですよね。ただし冷蔵庫はあくまでも冷やす目的で、ですからいいとこを半日から数日前に冷蔵庫に入れるようにしましょう。というのも冷蔵庫って乾燥していることが多いんですよね。ワインの保存にはある程度の湿度が必要ですから、冷蔵庫って乾燥していますから、何ヶ月も放り込んでおくのはおすすめはしません。もちろん湿度のある冷蔵庫もあるかもしれませんが、これはレアケースですよね。湿度が高い冷蔵庫ですと微生物が繁殖しやすくなってしまいますから、これはメーカーは怖くてなかなか作れないですよ。これ本当はですよ、本当は白ワインの適切な温度って6度から12度くらいまでと結構幅があるんですけれども、これは一旦忘れてしまいましょう。だってドンピシャの温度に設定したとしても、それを一定の温度に保ちながら飲み切るのってなかなかできないですよね。ここに関しましてはあまり追求をしすぎてしまいますと逆に堅苦しくなってしまうかもしれません。白ワインは飲む前に冷蔵庫で冷やす、これくらいの感覚で全く問題ありません。もう一つのポイントがグラスです。ワインってワインによってグラスを使い分けることが多いんですけれども、あれってただ気分で変えてるわけではないんですよ。もちろんこれ追求してしまいますと結構合理的じゃないなと思うところも出てきますよ。ただしそれなりに理由はありますから、ここで簡単に押さえてみましょう。ワインは先ほども言いましたように温度が重要になってきます。だからこのようにグラスを抱えて持ってしまいますとワインの温度が上がってしまうんですよね。なので一般的にはグラスのこの足の部分を持つようにします。こうすることによってワインに体温が伝わりづらくなります。なおこれは例外的にボールの部分をこのように持つこともあるかもしれませんが、これについては例外的なものですから、また別の機会に解説をしたいと思います。これからワインライフを始めるにあたって220円でいいので100円ショップでこのグラスを買ってみてはいかがでしょうか。これで飲んでいくと絶対にもっといいグラスで飲みたくなってしまいますから、その時になったらグラスを買い足せばいいかと思います。僕は10年ほど前に買ったこの白ワイングラスを使っていますけれども、これ1個で不満を感じたことはありません。このグラスに慣れてきたら次は大ぶりな白ワイングラスを買ってみてもいいかもしれないですね。これはワインショップで1個1000円くらいで十分に買えるものです。それでは実際に白ワインを開けてみましょう。今回は2段式のソムリエナイフを使ってワインを抜栓してみたいと思います。ソムリエナイフにはいろいろなタイプがありますけれども、失敗しないということにフォーカスをするとなると2段式のソムリエナイフがいいかもしれません。まずキャップシールを取り除きます。普段は段々の下の部分で開けますけれども、今回は段々の上の部分で開けますね。そしてコークスクリューを差し込むことになりますけれども、コークスクリューの先の部分を利き手と反対の親指で差し込みます。できるだけボトルに対して垂直に差し込みます。だいたい3回転から4回転くらいをしましたら、1段目のテコを瓶の口に引っ掛けます。そして左手でテコを押さえて右手で引き上げます。この時に力をこのように右上に上げるのがコツです。
するとコルクが上がってきますから、2段目のテコを使ってさらに引き上げましょう。これで簡単にコルクが抜けました。白ワインって冷えてる方が美味しいんですけれども、だからといって飲んでる最中ずっと冷蔵庫に入れているわけにはいかないですよね。だからワインクーラーに入れて温度を管理することが多いです。ワインクーラーは今では100円ショップでも売っていますから、決して特別なものではありません。これ乱暴に言ってしまうと、氷と水でただ冷やせばいいわけですから、なんだったら鍋に氷と水を入れて冷やしても問題ないことになりますよね。ここでワンランク上のワインクーラーの使い方をご紹介します。ワインクーラーの使い方の2つのパターンを知りましょう。1つ目がたくさんのお水とたくさんの氷を入れて、これでボトルを冷やす方法です。これが一番ボトルを冷やすことができます。そしてもう1つがワインクーラーに氷だけを入れて、この上にボトルを置く方法です。こうすることでボトルはさほど冷えずに10度くらいを保つことができます。高級ワインってだいたい10度くらいがちょうどいい温度なんですよね。ただし10度の温度管理って結構中途半端で、なかなか設定することって難しいんですよ。だからこの氷だけを敷く、この温度管理方法は結構使えますから、ぜひご参考ください。それではワインを注ぎます。通常はラベルを上に向けて持つことになりますけれども、この持ち方には2つのパターンがあります。1つ目がボトルの下の部分を抱える方法。これってなんとなくプロっぽく見えますよね。もう1つがボトルのお腹の部分を持つ方法です。もちろんどちらでも問題ないです。またこれは特に女性の方であれば、ボトルを持つのに力が必要だったり不安な方も多いかと思います。このような場合にはボトルを両手で持っても何の問題もありません。では注いでいきます。通常はワインとグラスを5センチくらい離して上から落とすようにして注いでいきます。キラキラしていて綺麗ですよね。グラスの注ぎ方にはいくつかパターンがあって、例えば古いワインの場合にはこのようにボトルとグラスを両手で持って静かに注ぐ場合もあります。またワインによっては逆に空気に多く触れた方がいいとされるものもあります。このような場合には高いところから落とすように注ぐようにして、空気を含ませるようにして注ぐこともあります。ただしこれってそんなにドラスティックに味わいが変わるわけではありませんから、まあ半分以上演出効果かもしれないですよね。はい、いかがでしたでしょうか。今回は白ワインの飲み方、楽しみ方でした。今回ご紹介したやり方で、まずはコンビニだったりスーパーのワインで1000円くらいのワインを購入してみてはいかがでしょうか。温度とグラスに注意をして飲むことによって、驚くほど白ワインが美味しく感じるはずです。これを何回か繰り返していきますと、必ずもっとワインを楽しみたくなります。もっと深く、もっと広く知りたいとなりますから、あなたのペースで前に進んでいきましょう。それではまた次回の動画でお会いしましょう。